どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もやっていきましょう。マッカラン値上げ後の救世主となるか、贅沢甘口シェリーダル系ウイスキー飲み比べ解説ということで紹介していきたいと思います。今回はですね、こちらのマッカラン。今年の2022年の4月からね、価格改定があるということで、その前に買っとこうかなとか、でもそうは言っても市場に出回ってるマッカラン自体もすでに高いしなと、いろんな思いが巡ってるんじゃないかなと思うんですけども、このマッカランをお好きな方に向けても、元々の定価と大体同じくらいの価格帯とか、それに近い価格帯のウイスキーでシェリーダル系の個性を楽しめるような、そんなウイスキーの銘柄を2つ飲み比べしながら、それぞれの魅力であったりとか美味しさというのを紹介していきたいと思います。ちなみにこちらの動画が上がりますのが1月の25日ということで、スコットランドの国民的な詩人ロバート・バーンズ氏の誕生日でもございますんで、本日はですね、お好きなウイスキーを飲みつつお付き合いいただければと思います。ハギスも食べたいですね。このマッカランと言いますと、やっぱり飲んだことはなくても名前は聞いたことあるとか、あ、確かにバーでよく見るよねとか、マッカランだったらウイスキー普段あんま飲まないけど飲んだことはあるなっていう方とか、そういうね、やっぱりマッカランという圧倒的なブランド名、知名度があるんじゃないかなと思います。特に日本に入ってくる輸入のね、スコッチのシングルモルトの中でも長年ずっとトップを走り続けている銘柄ですし、まさしくそういう高級ウイスキーのイメージっていうのが根付いてる方も多いんじゃないでしょうか。そこで今回はマッカランのラインナップ、ダブルカスクとかね、トリプルカスクの飲み比べはまた別にしまして、だいたい7000円前後くらいのあたりの価格帯を推移していて、シェリーダル系の特徴を存分に楽しめるような、そんなね、今まさに人気も上がっているウイスキーを注目していきたいと思います。今回飲み比べていく2本のウイスキーはこちらでございます。さて、まず1本目がこちらでございます。飲み比べ1つ目がスコットランドスペイサイドローゼス地区の名酒、グレン・ロセス12年でございます。こちらはですね、ブレンデッドウイスキーのカティサーク、このカティサークのブレンドにおいて欠かすことができないキーモルトの蒸留所としても知られております。昔は蒸留した年であったりね、そういういわゆるヴィンテージが記されていたボトルが中心だったんですけれども、現在は一般的な何年というね、表記になっていて、ラインナップもそういう年数表記へと変わっております。位置づけとしましては、マッカランはね、結構フルボディと言われるようなコクがあったりとか、香りは特にメープルシロップのような甘みであったり、余韻にもね、ほのかなスパイシーさが感じられる、わりかしこう厚みのある香味が特徴的なんですけれども、このグレン・ロセスの方はもっとこう全体的なバランスが良くてですね、程よい柔らかさ、親しみやすさがあるシェリーダル系のウイスキーかなというイメージでございます。なんともね、優しくて、そして香り立ちは深く、シェリーダル熟成系の特徴と余韻の軽やかさがあるイメージですね。ボトルの形もすごくね、特徴的で可愛らしいですし、現在だいたい Amazon とかで見ると7000円くらいの価格帯を推移しているので、マッカランとかの飲み比べとしてもすごくね、いいボトルなんじゃないかなとは思います。さあ、続いての1本はこちらでございます。最近人気もすごく高まっているスコットランドのシングルモルト、グレン・アラヒ12年でございます。見た目もね、こちら色が濃いですよね。こちらに関してはグレン・アラヒ蒸留所のウイスキー、シングルモルトとしてのリリースはかなりね、少なくって、大手のペルノ・リカール社が運営してて、その後売却をいたしまして、ベンリアック蒸留所の元オーナーであったビリー・ウォーカー氏が所有する形になって、大手からの独立を果たしております。なんといっても2018年以降とかはですね、シングルモルトウイスキーのリリースにもすごく力が入ってまして、こちらのスタンダードの12年や18年、15年とか25年といった様々なラインナップと、ポートダルだったり樽を使い分けたタイプの年数違いのものもあったりします。中身に関しましては、これはね、今回シェリーダル熟成 100% っていうわけではなくって、バーボンダルを中心とした熟成とシェリーダル熟成のウイスキーというところが掛け合わされております。ただ、そういったバーボンダル、シェリーダルの組み合わせの中でも、特にこうシェリーダル感どっしりというか、重厚感強めなのがこのグレン・アラヒーなのかなっていうイメージですね。もともと蒸留所自体はね、バーボンダル中心のイメージなんですけれども、近年はですね、この12年をはじめとするシングルモルトは特にシェリーダル感みたいなところが前面に出ていて、一杯でね、かなり満足できるまろやかさとかビター感とかね、ちょっとこうチョコレートやドライフルーツ感っていうところも楽しむことができます。特に初期のね、シングルモルトのリリースの時よりも色味もね、すんごくこう濃くなっていたりとか、それからシェリーダルの特徴だったりとかっていうのがね、かなり前面にガラッと変わったのかなってイメージもあります。マッカランをはじめとしてシェリーダル熟成タイプ好きな方はですね、この最近のグレン・アラヒーはね、ほんと、ああ、一杯飲むとうまってなりますね。特にこの12年飲んでみて好きだったという方はですね、シェリーダル熟成 100% のタイプのリリースもありまして、それが15年ですね。こちらはオロロソとペドロヒメネスといったシェリーダルを使っていて、なんともね、これがまたバランスもよく美味しいんですよね。ということで今回は大体ね、値段というところの7000円クラスのシェリーダル熟成の個性が楽しめるような、そういうウイスキーを2つ飲み比べしていきたいと思います。まずはね、ストレートで飲み比べしつつ、その後オンザロックスで味わっていきたいと思いますので、なかなかね、1本ポンと買うには結構勇気のいる値段なんですけれども、今回の動画がマッカランお好きな方とか、マッカラン飲んだことあるけど、他にもなんかこうシェリーダル系のタイプないかなという時の、そういうボトル選びの参考になれば嬉しいなと思います。それでは早速グラス準備して飲み比べしていきたいと思います。ご覧いただくと、こちらのグレンアラヒーの方はかなり深い琥珀色ですね。ちょっとこう赤みがかったような深い琥珀色で、グレンロセスの方は中間的なほんと綺麗な琥珀色というところでしょうかね。とてもね、この色味の違いがあるのがまた面白いですね。ではグレンロセス12年からいただいていきましょう。あー、いい香り。ほんとこうふくよかで甘く華やかな香り立ちですね。最初に感じられるのは少しこうちょっとスパイスのようなイメージもあるんですけど、そんな強くなくって、オレンジのちょっとビターなイメージの香り立ちや、ほのかに干し柿とかですね、アプリコットみたいなイメージがありますね。本当にこうラベルのイメージそのままのような明るくて綺麗なフルーティーさが立ち上がってきます。すごく優しいですよね。ソフトで鼻を包むように甘い香り立ちが上がってきます。かすかにこうビターさを伴うような、そういう黄色とかオレンジを連想させるようなフルーティーさが立ち上がってきますね。それでは飲んでいきましょう。あー、美味しい。滑らかで、すごく綺麗に余韻が伸びてきますね。中心はメープルシロップであったりとか、それから少しこう樽のビターなイメージもあったりしますし、後味にほのかなスパイシーな余韻が続いていくんですけども、やっぱりこう一杯飲んだ時もスルリと舌の上を抜けていくような感覚で、とても飲みやすいなと思います。シェリーダル系のウイスキーだとちょっとこうスパイス感強めのものとか、かなりビター感強かったりとか、ずっしりとした重厚感のある銘柄数々ありますけれども、グレンロセスはすごくこうミディアムなバランスというか、ほんとバランスがいいですね。シェリーダル熟成タイプのウイスキーの中で何か1杯最初に入り口で試すと考えたら、値段は一旦置いといて、グレンロセスのこのフルーティーさと滑らかさ、余韻の心地よさはすごくいいんじゃないかなと思いますね。美味しい。そして続いてこちらグレンアラヒ12年いただいていきましょう。香りから。おー、すごい。一気にね、やっぱこっちはもっとプラムだったりとかプルーンだったりとか、すごく深くて甘い香り立ちですね。かすかに麦芽のイメージと、そうですね、ちょっとこう黒いベリー系のイメージやドライフルーツのイメージもあります。あとは中心としてはやっぱり大きく違うのが、ちょっとこうカカオ感とかチョコレートっぽいようなニュアンスが見えるところですね。こちらの方がもっとたっぷりとね、ベリーとかドライフルーツ系をつけたようなシロップ系のイメージもありますし、香り立ちも濃厚で、すごくこう骨格がしっかりとしていると思います。これはすごい。色のイメージそのままですね。いただきます。おお、これは美味しいな。ちょっとこうプラムのジャムのようなイメージだったりとか、すごくね、舌触りもまろやかで少しオイリーさがありますね。このグレンアラヒーの方がもっとずっしりとね、舌の上に重たく乗ってきて、その後も味わいがこう舌の中で収束していくような、染み渡っていくような美味しさがありますね。いや、この2つはね、値段もちょっと近いところもあって、シェリーダル系の個性を楽しめる日本としては、飲み比べかなりキャラクターの違いがあって面白いですね。それぞれやっぱかなり魅力があふれるシェリーダル系の特徴が際立つウイスキーなんですが、オレンジピールチョコレートだったりとかですね、それからホワイトチョコレートとかと合いそうなのは、このグレンロセスのイメージなんですよね。それからスモークレーズンだったりとか、あとブルーベリーとかのタルトとかとね、このグレンアラヒ合いそうですね。チーズケーキとかもすごく合うんじゃないかなと思います。骨太まろやかで甘みの凝縮感があるこのグレンアラヒと、そしてこの香り立ちも明るくてソフトでバランスの取れた味わいのグレンロセス、本当にね、魅力あふれるウイスキーだなと思います。そしてここからはですね、さらにオンザロックスで味わっていきたいと思います。やっぱりこういう甘口のこうシェリーダル系のウイスキーだったり、シェリーダルの個性が際立つウイスキーって、オンザロックスで飲むとまた香りがこう溶きほぐれていって美味しいんですよね。それでは早速グラス用意して、オンザロックスでも飲んでいきたいと思います。皆さんもご準備いただいて乾杯していきましょう。さて、こちらいよいよ完成いたしましたグレン・ロセス・オン・ザ・ロックス、グレン・アラヒ・オン・ザ・ロックスでいただいていきたいと思います。グラスに映る琥珀の液体がほんと綺麗ですね。それではグレン・ロセスからいただいていきましょう。今日も一日お疲れ様です。乾杯。では、いただきます。はあ、いい香り。おー、香りが冷えることでちょっとビターオレンジのイメージとか、少しこうオークダル感みたいなところ、ほのかにやっぱビターなイメージが上がってきますね。いただきます。なんともね、クリーミーで滑らかですね。こうメープルシロップとか、それからオレンジピールチョコレートみたいなニュアンスだったりとか、このなんともね、滑らかで落ち着いた余韻がすごくいいですね。たっぷりとね、こう桃とかオレンジとかをつけたシロップみたいなニュアンスもあって、すごくこう舌の周りをね、包むような甘みとまろやかさがあります。美味しい。そしてグレン・アラヒもいただいていきましょう。おー。やっぱりそうですね、カカオとか少しこうカシス系のイメージ、中でもちょっとフレッシュなフルーツっていうよりは少しジャム的なテイストだったりとか、熱が加わったようなイメージがあって、すごくね、甘みの凝縮感がやっぱありますよね。では、いただきます。美味しい。やっぱりこう冷えることでオークダルのイメージとかっていうところがすごくこうシャープになってキレが良くなりますね。美味しい。それによって逆に甘みの部分だったりとか、ドライフルーツ感みたいなところが今若干見えてきてて、なんともね、コクがあって深くて美味しい。いや、やっぱりこう飲み比べてみて思うのは、グレン・ロセスの方は一言で表現するなら美味しいウイスキーっていうイメージなんですよね。綺麗で上品で、舌の上をまったりと包むような滑らかさがあって、スペイサイドモルトのウイスキーをググッとほんとね、詰めたような美味しさがあるなと思いますし、シェリーダル熟成の中ではかなりこうバランサータイプだと思います。それからグレン・アラヒの方は、美味しいと表現する中でも、うまいという言葉がね、当てはまるようなイメージですかね。ずっしりと舌に沈んでいくコクであったりとか、重厚感とか、あとはやっぱこの味わいが骨太ですよね、すごく。そういう意味での一杯の満足感というのはすごく高いと思いますし、マッカランとか飲んでみて、もうちょっとこう同じ系統でフルーティーなタイプとか、柔らかいタイプがいいなっていう時は、グレン・ロセスが活躍しそうですし、いや、もっと重厚感あってリッチな味わいを飲みたいって方はですね、このグレン・アラヒも本当素晴らしいなと思います。皆さんはどちらのウイスキーがお好みでしょうか。他にもですね、同じような価格帯でお好みのものだったりとか、これ好きなんだよねっていうね、シェリーダル系の特徴が際立つ銘柄あったら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。やっぱりね、それぞれの魅力、キャラクターがあって、飲み比べは面白いなって思いますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、マッカランがちょっとね、値上げも控えているということで、同じ価格帯とかその前後くらいのクラスで何かこういいシェリーダル系のウイスキーを探しているという方に向けて、飲み比べ比較動画、紹介動画をお届けしてまいりました。今回の動画がそのウイスキーを選んでいただく一つのね、飲むきっかけになれば嬉しいですし、また新しい魅力を知っていただく、そんなきっかけになれば嬉しいなと思います。このようにこのチャンネルでは、家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方や、がっつりレビュー系何選といった動画、数々上げております。またそれ以外ですと、音声配信も毎日更新でやってまして、YouTube のサブチャンネル、スタンド FM、Voicy といった媒体でお話ししております。今日紹介したウイスキーなどもね、含めて全部概要欄にリンクまとまってますので、よかったら気になるところ遊びに来ていただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。